アベル・フェルナンド・モレーラ・フェレーラは、ポルトガル、ペナフィエル出身の元同国代表の元サッカー選手。サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。現在は、カンピオナート・ブラジレーロセリエ A の SE パルメーラスの監督を務めている。1997から98シーズンにサンブリーグに、所属する地元の FC ペナフィエルでデビューし、3年後にビトーリア SC に移籍する。 一シーズン目に21試合に出場して、結果を残した。二シーズン目は27試合に出場して、レギュラーの座を確保したと思われたが、ビトリアでの残りの二シーズンは、合計32試合と不調に終わった。2004年 SC ブラガに移籍し、一シーズン目で32試合に出場と、自身最多タイの出場試合数だった。スポルティング CP では二千七から零八シーズンの、 UEFA チャンピオンズリーグアウェイのセカンドレグ、マンチェスターユナイテッド FC 戦で、前半22分に先制ゴールを挙げるなど、加入当初は活躍したが、2008から09、シーズン後半からは、ペドロシルバの活躍もあり、出場機会を減らしている。ありがとうございます。